ただいまより第9試合スーパーファイト K-1 スーパーフェザー級ワンマッチを行います。青コーナー170センチ、 59.9キログラム、 日本雄也道場、山本直樹。決める大和魂が K-1 のリングで爆発します。山本直樹。170センチ、 59.7キログラム、 日本昭和格闘クラブ第2代 K-1 ワールドグランプリフェザー級王者、村越雄太。湘南の風は山本を切り裂くのか。村越雄太、岡田敦子、水谷の審査、西村博士レフリー、豊永の K-1 両国大会第9試合スーパーファイトスーパーフェザー級の一戦です。村越雄太対山本直樹。関根さん、はい、村越にとってはここのところ悔しい試合が続いていました。そうですよね。まあこの山本もベテランですからね。そうですね。まあテクニシャン同士って言っていいんじゃないですかね。20戦目になりますね、山本直樹は。今隣にいるお兄さんの山本雄也さんと共にこの練習に励んでいます。ラウンド1、はい、村越にとっては復活の一戦となるか、それとも山本直樹が村越をこのまま飲み込んでしまうのか。青のグローブ山本直樹、そして赤のグローブサウスポースタイル村越雄太。正人さんはどこに注目されますか。まあ、ちょっとどういう展開になるかなと。はい、まあ、村越がね、こう得意のミドルキック蹴ることができるか、ええ、そうですね。そうなんですよね。ちょっとここのところ三日月蹴り出せなかったという試合もこの多かった村越です。タケル戦ではね、徹底的に距離をね取って、もう外から外へって、でタケルが出てくるところをカウンターみたいな作戦にしましたけど、ね、今日はどういう作戦で来るのか、はい、見ものですね。山本の方も同じようにこのカウンターというのは得意としています。青のグローブ山本です。プレッシャーどちらかというとミドルキック、山本オーソドックス対サウスポーの対決でもあります。右フック、村越得意のそのミドルキック、はい、ようやく出ましたね。出ましたね今の。さあ、前に出ていくのは山本直樹の方か。久松さん、本当に村越が調子いい時っていうのはものすごいキレがありますもんね。はい、そうですね。でも2連敗してるので、ここはちょっと頑張ってもらいたいですね。まさしくキャリアの踏ん張りどころであります村越。20代後半に入ってきました。26歳になった今年、さらに一山というためにはここでの勝利は必須となります。一方の山本直樹、1990年生まれ、30歳、23歳から格闘技を始めています。ここまでの動き両者どうですか、正人さん。まあ、山本が結構近いこう、ね、パンチの距離で戦えてるんじゃないのかなという気もしますけどね。はい、蹴りの距離には入りたくない山本、近いところ離します。村越蹴りを出すか。もうちょっと村越自分からアグレッシブに行きたいですけどね。はい、山本一瞬このサウスポーへのスイッチを見せてきました。これはあまり試合では見せていなかった動きです。これまで近いところちょっと なんかもらうの怖がってるような感じですね。村越の方ですか。なんかこうミドル蹴りも腰が入ってるんですよね。はい、やっぱその2連敗してるっていうのはあるんじゃないですかね。KO負け前回もしてるっていうことは。なるほど、そういうのってやっぱ KO 負けしてるとやっぱそのイメージ残りますからね。はい、ただそれはやはり相手により深いダメージを負わせるには、でもやっぱりもっとしっかりと体重に乗せた蹴り、左のミドルキック思い切り蹴り持ってますからね。それはちょっと出せてないですよね。ナイス、カウンター、カウンター、ミスとタイムストップです。ボディが決まるな。左ではないでしょうか。足も蹴れる、今パンチ足も蹴れる、ね、今のは何でしょう。どうしたんでしょうか。今レフェリーが確認を取っています。足も蹴れる、頭今頭が当たったという、いや頭足もお腹も確認を取っているようですね。カウンターの左に見えました、ね、そうですね。はい、今映像での確認が行われます。 K-1 ではこの映像のインスタントリプレイでの判定が頭だ。ああでもパンチじゃない。パンチでしょ。パンチも入ってる。いやパンチじゃない。どちらでしょうか。
ちょっと際どいところですよね。そうですね、同時ですかね。なんか頭が先かな、パンチ見えたけど、今審判団がこれは確認を取っています。メインレフェリー、そしてよけて、でもカウンター狙ってるんだよね。でもパンチ入ってるんだよね。そうですね、インスタントリプレイの結果、ただいまのダウンはダウンと判定されました。ダウンの判定となりました。カウンターがこれは当たっているという判定。まずダウンを取ったのは村越です。でも逆に儲けましたよね、今のダウンのダメージ。そうですね、さあこれは左のミドルへ来ました。ここで第1ラウンド終了です。まあ、村越としては気持ち的に、はい、ここで第1ラウンド終了です。パンチ入ったって言ってるね。あ、でも頭もちょっと当たってるんだな。まあ、ほぼ同時にでもパンチでグッと押された感じありますよね。村越優太対山本直樹の試合をお送りしています。先ほど村越のカウンターの左のパンチが入りまして、山本第1ラウンド1回ダウンを喫しているという形となっています。セカンド、さあ第2ラウンドに入ります。ダウンを喫したのは山本、奪ったのは村越。村越にとって復活の一戦、2連敗、ここで連敗をなんとか止めなければならない。青のグローブ山本、ダウンを取り返したいこのラウンドです。どういうふうにこの動きを変えてくるか、この第2ラウンド。第1ラウンドは正人さんから少しこの腰が入っていないという指摘もあって村越ですね。まあ、でもやっぱりちょっとダウン取ったら気持ち的に楽になりますよね。そのあたりがね、この戦いにも出てくるか。村越逆にこう相手が今度ダウン取られて出てきたんで、こう村越が距離取りながらうまくカウンターで、うん、今も左狙ってますよね。カウンターこの方が村越がやりやすいと思いますね。はい、久松さん、あの村越のカウンター本当にうまいですよね。はい、本当にすごくなんか乗りに乗ってる感じしますね。なんかいい時の村越の動きになりましたね。はい、戻ってくるか。第2代のこの一つ下の階級、フェザー級の K-1 のチャンピオンでした村越優太です。さあ山本の方もただこれは前に出てくる。関根さん、山本もさほどダメージ大きくなさそうですね。そうですね、山本も、距離を取ります。表情あまり大きくは変わりません。山本直樹パンチで入りながら蹴りを狙います。簡単狙ってますよね。村越誘ってますよね。ああ、なるほど、あえて多く手を出さないんですね村越。さあこのカウンター、山本直樹入ってくるところの左のストレートです。ミドル、ローキック、山本からするとこう出す攻撃、出す攻撃全部カウンター合わされてきてるんで、はい、出すの怖くなってきますよね。どうしようかなって悩んできます。ここも蹴りにパンチを合わせるような形、ダウンにはなっていませんが、だんだんとこの山本の行き先、それを全て防ぐかのように村越カウンターを放っていきます。バックハンドはこれは空を切る。プレッシャーかける山本、蹴りを混ぜながら右ストレートに膝、村越のカウンターの膝、左もこれは振り回します村越です。正人さん、かなりもう村越が支配しているように。そうですね、うまくカウンター全部狙ってるんで、やりこれも画面捉える。さあ山本に手は残されているか、どういう形でそこを打開していくか。第2ラウンド残り時間わずかです。残り10秒少々、表紙にはすでになっています。コーナー背負いますが、これは追い詰められない山本。ここで第2ラウンド終了。
これから第3ラウンドが始まります。マサトさん、村越はもうこのままで大丈夫ですか？もうこのままでいいと思いますね。まあ、倒せるチャンスがあったら倒していくっていう感じじゃないですかね。山本直樹の方はどう打開していけばいいですか？セコンドなかなか難しいですよね、この展開変えるのって。この形はもう完全にこう村越が作ってると言いますか、うん、そうですね。一番得意の形、もっと強引に行く流れを変えるしかないですよね、さあ第3ラウンド、村越がこのままズルズルと自らの世界から山本を逃さないのか。関根さん、どこ注目されてますか？今はやっぱり山本がもっとバンバン出てってほしいですよね。もう行くしかないですよね、だからもう余裕を持たせないくらいプレッシャーかけていくしかないですよね。村越に考えさせる時間を与えないというか、はい、もうどんどん詰めて詰めて焦らせていくっていうことですよね。左のミドル、三日月、でもやっぱこうちょっと焦る、出来上がってますよね、はい、今の出方は村越がですよね、こんくらい出られると、まあ、思えばタケルもずっと出続けましたものね、この村越に対してカウンターをもらっても山本明も出ていく。これ休ましちゃダメですね、はい、ここをもっと詰めたい。もうとにかくどんどん詰めさあ前に詰めるのは山本直樹、さあ膝を突き上げる、休ませない前蹴りで距離を取ろうとするのは村越。さあボディです。ちょっと流れ変わりましたね、はい、さっきの石山さん、ここからね山本が持っていくかもしれませんよ。そうですね、山本選手もすごいタフですね、はい、もうこの出方なんて本当お兄ちゃんと一緒ですよ。いや本当そうですね、ゆうやさんと前に前に叫ぶ大和魂、山本ゆうやさんのそのスタイルのように山本直樹も強敵相手に出ています。さあ出ていく左のストレート、さあおー何か笑顔を浮かべているようにも見えるのは山本直樹だ。さあ村越ももう一度自分のリズムに引き込めるか、少しずつちょっと口開いてますもんね村越。本当ですね、これ、スタミナ面、いやこれだけやっぱプレッシャーかけないときついはきついですよ、はい、さあそれを明確なサニー持っていけるか、サニーが引っかかったぞ。一瞬この村越の顔が顎が揺れました。残り45秒、第3ラウンド、ダウンを一つ奪われているのは山本直樹。バックハンド見せる、ピザだ、これもガード、前に出る、いや行きますね関根さん、前に出続けますね。さあミドル、前蹴り距離をつかみますが、それでも距離潰す山本直樹。さあ残り時間20秒切っている。でも村越からすると決して効いてる攻撃っていう感じじゃないと思うんですけど、はい、ただこれだけ出てこられると苦しいっていう方が強いかもしれないですね。山口の攻撃はローブローと判断されたため、まあ、今ローブローではありますけれども、これなしでもこう肩で息をしている様子の村越です。残り時間わずかというこの試合、再開します。ダウン取り返せるか、まあ、ローブローか今のは休んだのかわからないですよ、ね、さああとわずか、さあ出し切れるか、決める山本魂。ここで3分3ラウンド終了です。マウスピースが見えます山本直樹。何か今このコーナーにいる様子は村越の方がスタミナ面は失っているようにも見えます。このカウンター、左のカウンター、何度も山本の顔面を捉えましたが、ダウンを奪ったのは第1ラウンドの1回のみ。第3ラウンド出続けたのは山本直樹の方でした。判定です。お待たせしました、判定結果をお知らせします。ジャッジ岡田30対27赤村越、1票村越に。ジャッジ水谷30対27赤村越、ジャッジ水谷30対26赤村越、
1人は30対26、4ポイント差の判定となりました。判定3対0、勝ったのは村越裕太。これで連敗を2で止めて久々の勝利となりました。山里さん、やはりこれ何かのきっかけにしてほしいですね。そうですね、まあ、やっぱり一つダウン取ったというのは本当に大きかったですよね、うん、関根さん、いかがでしたか。いや、村越ね、最後は必死でしたね。そうです、まあ、復活したんでね、これからまた村越ワールドを見せてもらいたいですね。久松さんはどんな感想でしょうか。そうですね、なんかこう KO でバンバン倒してた頃の村越選手ではまだないかもしれないですけど、またそこまで頑張ってもらいたいですね。日本プロゴルフ選手権優勝、今日は村越のスピード、それからテクニック、カウンターのうまさ、女子プロゴルファー飯島あかね様です。まあ、こういったのが正人さん出ていましたよね。はい、カウンターのうまさですとか、村越さん、やっぱテクニックがうまいですね、こういう、ありますね。これは第1ラウンドに奪ったダウンです、まあ、前に前に山本直樹のプレッシャーをかけ続けましたが、それをしのいでしっかりと勝ち切りました村越裕太。結果は全てのラウンド30と、10という得点判定でジャッジを受けています。山本直樹に完勝、村越裕太、これで久々の連勝、連敗を2で止めて再びスーパーフェザー60キロの頂点を狙っていきます。また大会中は大きな声は上げず、静かにご観戦していただきますようお願いします。全試合終了後、規制退場を実施させていただきます。スタッフの指示に従っていただいてのご退場です。全然情けない。ありがとうございます。